愛する家族を安否する苛烈な戦闘に倒れ、本年は硫黄島、ギルバート諸島、インドネシア、マリアナ諸島、マーシャル諸島、ミャンマー、カラオ諸島、東部ニューギニア、フィリピン、旧ソ連、カラフト、シュムシ島、ビスマークソロモン諸島、ウェイク島で収容した2337カ所の遺骨を新たにお納め